の坂井武ですすよろししくお願いします僕の志は障害を持っている人々が日々の暮らしで困らず暮らせるように手助けをするロボットを作ることです僕は生まれる時に酸素が足りなくなり右側の脳に傷ができましたそのため左側の手足が動かしにくいです僕はこのの障害のせいで 困ったことがたくさんあります。例えば、給食バーの時、手が震えてしまい、給食をこぼしてしまいました。また、どんなに暑い時でも、中ズボンを履くようになりました。それは僕は左足を動かしやすく,動かしやす,くする装具をつけていて、友達に、これ何と聞かれるのが辛いからです。なぜこんなに辛い思いをしないといけないのか。なぜみんなが簡単にできることが僕にはできないのか。 悲しく思う日もあります。ある時、僕と同じ軽度脳性まって剣道を頑張っている人を見つけました。その人は辛いことがあっても諦めず頑張っていました。僕はそれを見て一年生から剣道を始めました。暑くて辛い時でも友達がいるから楽しいです。一年生からコツコツ練習してきた剣道を通してハンディーを持っていてもここまで入れる、ここまでできるということを証明したいです。 そして僕も僕が剣道を習うきっかけとなったように、障害を持っている人に何か始めようという勇気を与えたいです。また、軽度脳性麻痺と診断されてから、たくさんの人に手助けをしてもらったことを改めて感じています。医学療法士の先生は、僕が逆上がりや縄跳びなどでできることが増えると、すごく喜んでくれます。装具屋さんは、少しでもかっこいい装具を作ると、 いろいろ装具が載ったカタログを見せてくれます。理学療法,理学理学療法士の先生は、ある日、手先が不自由な僕のために、線がずらずに引ける定規を作ってくれました。その定規のおかげで、困っていた酸素の授業も楽しく受けられるようになりました。僕も僕と同じように、障害を持っている人の力になりたいと思うようになりました。理学療法士の先生に作り方を教えてもらって、 定規をいくつか作り、リハビリの施設で使ってもらっています。また、施設の利用者に人気キャラクターのアルガミを作って渡す活動もしています。僕もプログラミング教室に行ってから、興味を持ったロボット開発で、障害を持っている人を手助けするロボットを作り、障害を持っている人の力になりたいと思うようになりました。現在では、手が不自由な人の食事をサポートするロボットや、足が不自由でも自力で乗るようにできる車を使い方ロボットがいます。 亭主をサポートするより多くのロボットがいれば僕のように生まれた時に障害を持った人も加えて事故や世界中の戦争などで体が不自由になった人も必ず暮らせるようになります僕は小学校生活で水が入った穴子バケツを洗い場まで運ぶことや体操服に早く着替えたり上履きから外口に履き替えるのも一人時間がかかります将来身近に手助けしてくれるロボットをたくさん開発し家庭や学校に手助けするロボットがいる環境を作りたいです 僕は装具をつけていて体が不自由だけど自分に自信を持てる人生を過ごしたい困っている人の力になりたいだから僕は,シャルは将来のために2つ勉強を頑張ります1つはロボット開発のことが学べる大学に行くために日々の勉強を一生懸命頑張ります世界中の人に使ってもらえるロボットを作るために英語を学びますもう1つはプログラミングです 自分で考えた、こんなロボットがい,いたらいいなという思いを実現させるために、ロボットを動かすためのプログラミングを学びたいです。これらの勉強を頑張って、世界に誇れる日本の技術を使い、障害を持っている人が困らず暮らせるように、手助けをするロボットを作ります。辛いことがあっても絶対に諦めない。僕が世界の多くの子供たちが輝ける明るい未来を築きます。ご清聴ありがとうございました。 君、ありがとうございました。もう志のためにお勉強をね、あれとこれとあれとっていうふうにきちんとあの持って、学んでるっていう姿がね、まさに志を持つとあの人間が人生が変わるっていうことをもう10歳のこっちからい言葉から感じさせてくれました。ありがとうございます。それでは審査員の青木様、プレゼンターにメッセージをお願いします。はい、坂井君、君はできる。必ずできる。 素晴らしい志を感じました。問題が問題ではない。その問題に対する捉え方が問題である。君はまだ年齢は若いけれども、その志を持ってことに当たったら、必ず多くの人の力になれる人生を歩めます。 天の意思自分自身がそういう体になったことは自分のせいではないこれは天の意思です僕も子どもの頃父親が養子母親が養女2人から生まれて両親が離婚したこともあってすごい貧乏な家庭に育ちました。 そのおかげで私は物心両面の豊かな人生を送ろうと思って頑張って多くの人の力になれる人生になりました。新聞少年でした今日の審査員の下村博文さんもそうです。僕は肉体的にはハンデはないけれどある意味で家庭的な環境でハンデがあって中学校しか出てません。 でも今、うちの会社はこのコロナでもすごく成長しました。君はできる。坂井君、頑張って。そして、君がロボットの本当に本気で大学出て開発をする研究所を作ったら僕は投資してあげます。約束です。頑張りなさい。素晴らしいプレゼンテーション、勇気もらいました。感謝です。ありがとう ありがとうございます。<music>